ウィキリークス、ウィキリークスは、匿名により、政府、企業、宗教などに関する機密情報を公開する、ウェブサイトの一つ。創始者は、ジュリアン・アサンジ。投稿者の匿名性を維持し、機密情報から投稿者が特定されないようにする、努力がなされている。2006年12月に準備が開始され、それから1年以内に120万を超える、機密文書をデータベース化した。 ウィキリークスの運営には、ミディウッキーに変更を加えたソフトウェアを用いている。ウィキメディア財団、ウィキメディアファンデーションは、ウィキリークスとは、無関係である。2007年1月までは、ウィキリークスは、ウェブサイト、また企画そのものも秘密にされていた。しかし2007年1月に発表された記事で、の編集長にウィキリークスの運営組織に、加わるように要請たことで、 ウィキリークスの存在は初めて明らかにされた。現在、ウィキリークスは中華人民共和国の反政府主義者と台湾、欧米、オーストラリア、南アフリカのジャーナリスト、数学者、ベンチャー企業の技術者によって運営されている。2007年1月時点でウィキリークスのスタッフ、開発者、非雇用者の全員の身元は確認されていなかった。 ウィキリークスの運営組織のメンバーであるジュリアン・アサンジは当初、ウィキリークスは2007年3月に発表される予定であり、2007年1月の記事によるウィキリークスの露見によるメディア化の注目は不足の事態であったと述べた。ウィキリークスにリークされた公開の準備を進めている文書の数は120万以上であると言われている。当ウェブサイトのトップページに、 ニュースとして載せられたアフガニスタン紛争での武器装備の支出と所蔵やケニアでの汚職に関わる文書を筆頭としてその後ウィキリークスは数々の重要な文書を公開しているウィキリークスは投稿者の身元を露呈せずに大量の文書を暴露し分析できるようにするためにウィキペディアに似た検閲されないサイトになることを目指しているウィキリ l クスの完璧な匿名システムでは 偽造文書やポルノ、スパムで溢れてしまうことを防ぐためにチェック機構が設けられている。すべての閲覧者はすべての文書に対して分析し、文書が本物であるか判断し、コメントをつけることができる。ウィキリークスの外では、これまで内部告発者やジャーナリストが逮捕されたり、刑務所に収容されるということが起きていた。例えば、中国の公務員からの天安門事件の記念日に、 関しての電子メールを公表したことで中国人ジャーナリストは2005年に懲役10年の刑を判決されている。ウィキリークスはこのようなことが起きないと保証できるようになることを目指している。ウィキリークスが世間に知られてから最初の2週間で検索エンジン大手の Google に掲載されたページ数は8件から100万件に急増し、ウィキリークスへのトラフィックは増大した。 このウィキリークスというプロジェクトが開始されると、1971年のダニエル・エルズバーグによるペンタゴン・ペーパーズの漏洩事件が引き合いに出された。アメリカでは文書をリークすることに対し法的な保護を受けられる可能性がある。合衆国最高裁判所は、アメリカ合衆国憲法のもと、少なくともの範囲内では、匿名性は保障されて然るべきものであるとの判断を下している。 ウィキリークスプロジェクトの利点について、著者で、ジャーナリストのホイットリー・ストリーバーは、アメリカ合衆国では、政府内部の文書をリークすることで、実刑判決を受け刑務所行きになることもあるだろうが、それは相応に短い期間であろう。しかし世界には、中国やアフリカの一部、中東など、長期間の東国やさらには死刑すらも、考えられるような地域や国が多く存在している。 と言及している。なお、正式な日本版は現時点でも一切動向も秘密か否かすらも公にはされていない。ウィキリークスサイトの FAQ にはかつて次のように書かれていた。閲覧者はウィキリークスが外見上を Wikipedia に非常に似ていると感じるだろう。実際、誰もが新たに記事を投稿したりあるいは編集したりすることができる。 告発者はインターネットに詳しくなくても、匿名のまま投稿することができ、その後誰かによって正体が暴かれることはない。公の場で、リーク文書について、意見を交わし合うことで信頼性、信憑性を判断することができる。リークされた文書に対して、各ユーザーが持っている見解やリークされるに至った状況などを議論し合い、集合値から生み出された結論を公表することができる。 背景情報や経緯を織り込みつつリークされた機密文書に関する補説的な記事を読んだり書いたりすることもできる。最終的には幾千もの人々の目に触れることでその文書は政治的にどのような味を持つのか、偽物などではなく、正真証明なのかということが明らかにされるだろう。しかし、このようなウィキモデルでは自動的、 無差別的に機密とされたあらゆる記録が公開されてしまうのではないかという早い段階からの懸念に応えてこの方法は後に改められた。現在では最初の FAQ で掲げられた誰もがウィキリークスに投稿できるという主張は取り下げられ誰もがウィキリークスにコメントを投稿できると書き改まられている。投稿はウィキリークス内部で匿名の審査員による審査を受け 公開されるに至るものもあれば公開されないものもある。ウィキリークスは、ミディウッキーやフリーネット、トア、PGP、ガンプグをはじめとする数々のソフトウェアパッケージによって支えられている。ウィキリークスは身元が割れることなく、大量の文章をリークするための検閲されないシステムと自身を説明している。というスウェーデンの企業が提供している強固なセキュリティ、そして 何をしても一切の注意や警告を行わないホスティングサービスをウィキリークスは利用している。PRQ が顧客に関して保持している情報はほぼ皆無であり、また PRQ はロックを取ることがあっても最小限でしか行わないことで知られている。PRQ は都が保有しており、この二人はパイレートベートの関与を通して当局からの法的介入に抵抗するための文が経験を 有している。つまり、PRQ にホストされているという事実は、Wikileaks をオフラインにするのが難しいということを意味している。さらに Wikileaks は、複数の未公開の施設にそれぞれサーバーを配置しており、一切のログを記録せずなおかつ軍レベルの暗号化技術を用い、ソースやその他機密情報を守っている。ウィキリ l クスのために働いている身元を明かさなかった、ある人物は、 明らかにウィキリークスはホスティングの提供者を全く信用していないと述べた。このような用意集投差は防弾ホスティングと呼ばれている。ウィキリークスがオーストラリア通信メディア庁悪魔の検閲対象ブラックリストを公表したため、2009年3月24日、ドイツ語番ウィキリークスのドメイン、ウィキリークスでの登録人、テオドール・レッペの家宅に捜査の手が入った。 サイトは影響を受けなかった。現在、中華人民共和国政府は Wikileaks を URL に含んでいる、あらゆるウェブサイトを金立てにより遮断しようとしている。これには、主要な ORG サイト、地域別の www.frewikiles.com e や、UK が含まれている。 だが、このような政府国の検閲にもかかわらず、wikileaks という名称の代わりに s e c u r e l g s f o r g i s e c u r e s u n s h i n e p r e s s o r g など、多数ある別名のいずれかを使うことで、wikileaks はアクセス可能である。代用されるサイトは頻繁に変わるため、 最新の別称を調べるためには、中国大陸以外の場所で、ウィキリーックス別名と検索するようにと、ウィキリーックスはユーザーに推奨している。バイズ、ヤフーを例として、中国大陸のサーチエンジンは、ウィキリーックスと研究するものまでも検閲している。ウィキヌズが伝えた関連報道によれば、オーストラリアは、ウィキリーックス、ウィキペディアの一部を閉鎖した。 2009年3月16日、オーストラリア通信メディア庁は、強制的なインターネット検閲選別計画が予定通り実施される際、Wikileaks を全オーストラリア人に見せてはいけない、サイトのブラックリストに載せる、旨の提案を行った。太陽国情報技術、通信省は2010年8月18日から、Wikileaks へのアクセス規制を開始した。公式には、 元首相、タクシン・チナワットを支持する、反独裁民主同盟による、反政府デモ活動を防ぐための常時態例を根拠としているが、詳細は発表されておらず不明。誤解を生じさせる、または騙すように意図的に作られた、内部告発情報がウィキリークスを通して、社会に出回ってしまうのではないかという懸念に対し、ウィキリークスは、そのようなものは、 主要メディアにおいて、すでにある程度の地位を獲得してしまっている。たとえ、ウィキリークスがその中の一つとなったとしても、状況は何も変わらない。と反論している。FAQ は、単純でいてかつ最も効果的な対抗策として、リークされた文章を精査し、議論できるだけの十分な知識を有しているユーザーから、なる世界記のコミュニティがあるのだと述べている。前述の通り、 ウィキリークスはアジアやアフリカや中東の独裁政権に対抗する目的を有しているが実際には欧米の政府に不都合な情報が多数を占めている。2008年9月、アメリカ合衆国大統領選挙期間中共和党副大統領候補者であるサラペーリンのヤフーアカウントがウィキリークスに投稿された。2010年4月、ウィキリークス上にて 2007年7月12日のイラク中流アメリカ軍ヘリコプターがイラク市民やロイターの記者を銃撃し殺傷した事件の動画が公表された。2010年5月、米軍情報アナリストとされる軍人がこの動画と外交機密文書約26万件をウィキリークスに提供したことが発覚し、この軍人は逮捕された。2010年7月25日、ウィキリークスにて アフガニスタン紛争に関するアメリカ軍や情報機関の機密資料約7万5千点以上が公表された。提供された資料は9万点以上に及ぶという。これは2004年から2009年にかけての記録で、パキスタンの情報機関 ISI とアフガン武装勢力との関係や未公表の民間人死傷案件、アフガン側のアメリカへの情報提供者の身元情報が含まれていた。 これに対しアメリカのロバート・ゲイツ国防長官は FBI に捜査協力を要請した。国防総省内の内部告発者のみならず、ウィキリークス側にも捜査の手を広げようという意図があると言われている。文章をリークした罪で、米国庁法院のブラッドリー・マニング22歳が告発されて降格かつ不名誉除退となり35年の禁錮刑が言い渡された。 2010年10月22日、イラク戦争に関する米軍の機密文書約40万点をウィキリークス上で公開した。ウィキリークスは、声明で民間人が見聞で無差別に殺されたとの報告や、連合軍部隊によるイラク人工事者への拷問のほか、屋根に反政府勢力と疑わしい人物が一人いるという理由で、米軍兵士が民間施設を 丸ごと枠破した報告があるとしている。国防総省のモレル報道官は、ウィキリークスが法律に背いて、情報を流出させるように個人に働きかけ、傲慢に、機密情報を世界と共有することを遺憾に思うと、コメントしている。2010年11月29日より、米国外交機密文書、約25万点の公開を開始。内容としては、 公式では公開されることのなかった外交公伝や世界中の重要施設についての情報などが含まれており当初は少しずつ文章を新たに公開していくという手法をとっていたが2011年9月2日にすべての文章を未編集のまま全公開した2017年3月7日アメリカ合衆国中央情報局 CIA のマイクロソフト Windows iPhone、Android、サムスン電子製スマートテレビ等に対するハッキング技術に関する機密文書が公開された。同文書によると、イギリスの保安局や政府通信本部も関わっているとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。